こんばんは、ナシュメラです。先ほどタワンベガスの、攻略動画を出したんですけれども、その時にお見せするのを忘れていたんですけれども、現在8月6日現在でですね、ハイスコアは2654073点とここに出ております。はい。で、まあこういう点数を出すのにはどうしたらいいかというのが、まあ先ほどの動画でした。で、まあ、皆さんはどれぐらい出されてるのかはちょっと私はわからないんですけれども、もしかして300万、400万当たり前ですかね。で、まあ、これを点数を出すのに、必要なのが、先ほどの動画のちょっとやり方ということで、まあ、気になる方はご覧になっていただければと思います。で、まあ、個人的には、まあ、限界的には300万、400万ぐらいは全然可能なのではないかと思っているので、今後も更新していきたいと思います。まあ、もちろんね、落ち込みというのは無限に来る可能性もあるので、1000万とか2000万でも、もしかしたら可能なのかもしれませんが、まあ、400万とかいけば、1回でメダルが25万枚とかもらえるので、結構美味しいですよね。で、まあ、これだけじゃちょっと寂しいので、ちょっと溜まったメダルで、5万メダルガチャを引きたいと思います。まあ、私は、その攻略の理由で、つくよみの剣、銅が欲しいです。どちらも金なので、お願いします。あ、最後のチャンス、最後につく読みであってくれればどうでしょうかね。お、なんかレベルアップ率が今回高いですね。結構弾かれるんですけどね。おお、全部アップしてる。あー、ようやく弾かれちゃったか。最後なんだろう。あ、これ、この剣はこれですよ。ありがたい。これがつくよみの剣です。これが私の今求めていた。まあ、これは先ほどの動画を見ていただければと思います。というわけで、非常にラッキーな10連でした。ご視聴ありがとうございました。